Adam się chyba wbija coś jak RPG umiejętności. Dari, Laz. Nanjira no seito shi wa ware ra ga kataro. Umare kuru kora ni shini yuku senshi tachi ni ware ra wa wasurenai yasuraka ni nemure. じゃあ、みんな集まってるから紹介しておくよ。石油の国から来たハッサン。元船乗りのクリス。地中海料理ならお手の物、テオ。考える人、アルベルト。そして、ここまで一緒に来たのは、鋼鉄の胃袋を持つ男、シャオミン。怪力のエンジニア、アレクセ。ボブ、ザ・スピーカー。最後に、仕切り屋、モーリス・ベイリー。フォボスだ。なんで？いい名前じゃないの、モーリス。フォボスだってさ、まあいいや。で、俺はロスカル、よろしく。もともとは情報処理系の研究者だけど、一通りの戦闘訓練は受けている。何でもそこそこできるからすっかり便利屋だ。広く浅く中途半端なやつだ。戦闘バカよりいいよ。ようこそ UEF へ。私は指揮官のフランク・マリオン。握手だよ。手を出して。やめておこう。記憶屋が狭いのだろう。余計なことを覚える必要はない。さて、人類は残り10人になってしまった。我々が生き延び、人類が再び繁栄する未来は、想像さえ難しい状況になった。しかし、それでも、あのエイリアンどもが地球をもてあそぶことを許すわけにはいかない。よって、我々の目的は単純にして明快。エイリアンどもを殲滅することだ。今は亡き、70億人の仇を討たずに、UEF が敗北することは許されない。早速だが。マリオン市長、俺たちには休息が必要です。常に敵に先んじることが重要だ。時間はない。市長、何度も言わせるな。俺たちはマシンじゃない。ふん、いいだろう。だがフォボス、お前は来てくれ。W pierwszym domu? Nie, bo to jest w dodatku.
Tam jest coś, że oddzielne drzewko umiejętności na ogrodnictwo, nie wiem, czy to się patrzy. Nie możesz trawy kosić? Tak, coś było o kosiarkach. Thank you.
次の作戦でお前はおとりになってもらう。注目を集めて敵を引きつけるんだ。次の作戦？ブリュンヒルデの回収だ。お前用にモデファイされた VS トールタイプの、お前用の乗り物だ。空を飛ぶ乗り物、普通は飛行機と呼ぶ。うん、知ってる。諸君、休息は終わりだ。計画通り次の作戦に移る。電光石火の行動でエイリアンどもを出し抜いてやるのだ。お嬢さんを除く全員はニュージャージーポータルへ向かう。了解。目的はブリュンヒルデとドラコの回収だ。了解。君はニューヨークへ行ってもらう。おとりになって敵を引きつける。その通り。しかし用心してくれよ。君を失うことは我々の敗北を意味する。君はいわば人類最後の希望だ。ふん、まるで古い映画のセリフだな。最後の騎士応援だ。いや、テラクライシス、違うな、デラシネスターシップだ。行ってもいい？ああ、もちろんだ、ステラ。ステラ、聞き覚えは？ないと思う。では忘れろ、余計な情報だ。チューブの入り口はそこ。奥にバイクを用意しておいたから、それを使え。作戦の詳細は後で説明する。了解。乗り方は分かるな。うん。出発の前に発煙筒が積んであるのを確認してくれ。あった。よし、次に具体的な作戦の説明だ。お前さんにはエリア Y4、 つまりニューヨークのマンハッタンへ行ってもらう。サウス21ドライブに入ったら、そうだな、3番街あたりで適当な場所を見つけて発煙筒を使え。適当な場所？発煙筒のスモークが目立つ場所を見つけてくれってこった。エイリアンどもの兵器には火や電気、人間の生活を探知して集まる機能がある。それを利用してやるのさ。わかった。
ピギー忍者作戦の成否はお嬢さん次第だからな。ピギー忍者って？単なる作戦名だ。変なの。お嬢さん、バイクの調子はどうだ？それ、UEF 標準装備の量産型なんだけど、秘密があるんだ。エンジン周りは戦前のパーツに交換してあるんだぞ。ああ、そういうの、付き物の間で流行ったよな。悪いかよ。ホボスの趣味か？俺はてっきりロスカルが。俺だといいわけ？いかにもそういうことやりそうだからな。教えてくれ。作戦名のピギー忍者は例によって映画のタイトルなのか？市長の命名だろ。だったら絶対映画ネタだな。私ではない、俺だ。映画じゃなくてテレビ番組だ。発煙筒を使うシーンがある。それだけだ。いかにもくだらなさそうなタイトルだな。否定はしねえよ。ライブラリーあったか？ない。ガキの頃テレビで見たきりだ。ああ、テレビ懐かしいよな。テレビの話題が続くようなら以降死後禁止にする。はいはい、了解。さあみんな話を変えろ。PSS コール。お嬢さん、
現在地を報告せよ。ああ、いいよいいよ。こっちで確認するから。おとりになってもらってるのに悪いからな。甘やかすな。そういうわけじゃないけど。マンハッタンまではもう少し時間がかかりそうだな。よーし、雑談タイム再開だ。でも映画の話はもう飽きたぞ。これまでに食べた一番うまいものの話はどうだ。俺はやめてくれ。どうせ食えない。悲しくなるじゃないか。おいアルベルト、たまには何か話せよ。強制か。もういい。今日は俺の誕生日だ。以上。以上って祝ってやるから遠慮するなよ。祝うなら来年の誕生日にしてくれ。そりゃ約束できないね。うん、この話題も悲しくなるね。ダーリーがいればな。 PSS コール、移動中の死亡を禁ずる。PSS コール、どうなってる。永久エイリアンがこっちへ来た。ピギー忍者作戦の。ピギー忍者。ハンナルさ。変なの。お嬢さん、どいて。
PSS コール。よっ、これ。おい、アルベルト。たま。今日、以上。いわ。だ、PS。PSS コール。お嬢さん、お前は今目的地にいる。さあ、派手にスモークを立ち上らせろ。敵が集まるから気をつけろよ。戦えばいいの？ああ、その後にもう一本発電筒を使え。適当に場所を変えるんだ。了解、適当にやる。
障害物は消えた。さあ次、急げ。PSS コール。
SS コール。了解、引き続き頼む。了解。こちらホボス、障害物の排除を確認。SS コール、発煙筒、3本目を使った。了解、集まる敵にご用心。
余裕だな。その調子で頼む。こちら引き続き移動中。ピギー忍者を継続せよ。作戦名は変えてくださいよ。やっぱり締まらない名前だ。ならば今後作戦名は私に任せることだな。了解。謁見でした。以降本作戦を摩天楼キャンパーと呼称する。内容はピギー忍者を引き継ぐこととする。今度はどうかな、お嬢さん。うん、やはり分かっていないな。まあいい。では作戦再開だ。楽しそうだな。